待ったよ。今日はウィンターセールあるっていうから待ってたのに。ごめんって言ってるの。今日はね、タワーレコードのウィンターセールでスヌーピーがメインキャラクターになってるから一緒に見に来たんだよ。ほら見て見て、ポスターが貼ってあってスヌーピーいっぱいいるんだよ店内に。ちょっと一緒に見てみようか。ってことで今日はね、タワーレコードの人が1万円くれるんだって。1万円で好きにお買い物していいらしいから、いっぱい買っちゃおうぜ。じゃあ行ってみよう。今日は1万円もらえるってことで来たんですけど、本当ですか？はい、もうもちろんもうすでに用意してます。こここれです。わー、スヌーピー本当に1万円でお買い物できるって、やったね。なんですが、はい、せっかくなんで、さくちゃんギター上じゃないですか、はあ、なんでギターと歌でこの1万円をゲットしてほしいんです、はあ、でも私今日ギター持ってきてないですよ。絶対そう言うと思って、はい、実は僕ギター用意してきてるんです。これです、これ私のじゃん。これさっきあのさくちゃんの楽屋で撮ってきました。これ歌うことは分かったんですけど、どうやって1万円を貯めるんですか？ですよね、はい、そこ謎ですよね。謎。審査員の方も来てます。おお、なんだかちょっと怪しげな人ですけど、大丈夫かねスヌーピー。でもそれって1万円たまんないことも可能性としてはあるんですよね、はい、そうですね。だ足りない分は作者の自腹です、うん、自腹きついよねスヌーピーね。じゃあもう早速店内見ていきますか、はい、すごいよ、あんな大きなポスターまである。しかもスタッフさんが今日っていうかキャンペーン中にスヌーピーの T シャツ着てくれてるんだって。この音何ですかこのタイミングで。何でしょうこの音。さっき説明しましたけど、もう歌で稼ぐタイムですよ、はい、歌で稼いじゃいますか。キーワードは、はい、T シャツの手でアドリブでどうぞ。はい、テクノポップもあるよ。終了。どうでした？今、うん、あの T シャツ使ってもいいんですかって言って、はい、T シャツ言わないっていう謎の。ちょっと T シャツって言ったらまんまだなと思ったね。しかも10秒間も言ってないと思ったんですよね。どうでした？いや多分最初のね前奏で言ってたよね。あ、じゃんで10秒言って。はい。じゃあもうここで先ほどの審査員に審査してもらいましょう。はいはい、札の方出してください。伊田さん先手、はい、いかがでした？あのタワーレコセールみたいな、はい、あんまり聞いたことないメロディー、いやすごいなと思って、はい、先手、まあ、ちょっと甘いけど、ね、真ん中のグラさんの人ちょっとですね、辛いですね。いや僕ヘビーメタル好きなんで、はい、テクノポップはちょっと完全に主観ですね。はい、ということでね、はい、1600点低いっすね、しびれる。1600円ってことですからね。1万円までかなり程遠いですね。たまるかな、スヌーピー。次頑張ろうね。ここがですね、今年のスヌーピータワレココラボグッズのコーナー。おお、いっぱいありますね。といってもこれもうほんの一部です。はい。ほんとどんどんコラボグッズ追加されていきます。まあ、こういうぬいぐるみだと毎回ぬいぐるみ結構人気があるんですけど、今年はこういうあのニット帽がかわいいマフラーついてる。マグカップも結構こう色違いとかで売ってるんですけど、かわいい。はい、キーワード出ました。来ました、マグカップのプーです。プーかどうしようかな。はい、音楽が鳴る、どこのフロアに行こうかな。
まとめ返せる。はい、終了。